こんにちは、モバイルインターネットキャピタル株式会社、通称ミックの有賀です。この番組ではミックがサポートする企業の方々をゲストにお迎えし、 Can we make a better future together と問いかけ、仕事への思い、今後の展望などを聞いていきます。ガイド役は私ミックの有賀です。それでは始めていきましょう。ミックフューチャーアイズ。今回のゲストはソニーネットワークコミュニケーションズスマートプラットフォーム株式会社、通称 SNCSP から代表取締役社長峰村隆太さんをお迎えしております。途中からは担当の弊社キャピタリスト海老さんも交えてお送りしております。まずは前半をお聞きください。本日はソニーネットワークコミュニケーションズスマートプラットフォーム株式会社より代表取締役社長峰村隆太さんをお迎えしております。峰村さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では、冒頭はですね、まずは峰村さんの方から事業紹介など御社の紹介をいただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。改めまして、ソニーネットワークコミュニケーションズスマートプラットフォームの峰村と申します。よろしくお願いします。我々の事業紹介なんですけれども、もともとですね、モバイルの通信事業をしている会社になります。会社自体はまだ2年ぐらいしか経ってないような若い会社になるんですけれども、もともと親会社のソニーネットワークコミュニケーションズの中で、もう8年ぐらい前からですね、いわゆる格安 SIM、はいはい、今だいぶ世の中に広がってますけれども、格安 SIM の仕組みをこう提供するような会社、事業を営んでおりまして、これをカーブアウトするような形で子会社化して今事業を独立して営んでますという感じでございます。格安 SIM ってだいぶ、なんて言うんでしょう、一般的にもこう知られるような言葉になったと思うんですけど。そうですね、だいぶ増えましたよね。およそ10年ぐらい前からですね、制度が変わったこともあって、いろいろそういったまるまるモバイルっていう会社さんをすごいたくさん見かけると思うんですけど、この10年ぐらいでガーッと一気にこう増えてきました。実際その裏側は、割と我々のようないくつかの技術的なノウハウを持った会社が下支えをしていることが多くてですね。へー、はい。携帯電話 その事業者さんって、例えばドコモさんとか au さんとかソフトバンクさんとか、もともと古くこう通信の事業をされていて、日本全国にこうアンテナを、設備を自分たちで敷設して事業展開されている大きな会社さんがあります。そういったところの設備を我々のような事業者に、制度に基づいて貸し出して。貸し出しをするんですね。はい、そうですね。本来は別に貸し出さなくてもそういう通信事業成り立ってるんですが、通信の料金、携帯電話の料金をこう下げようとか、そういったこう流れの中で政府だったり総務省さん主導でずっとこう推し進められてきたところではあるんですけど、我々みたいなプレイヤーにこう設備を貸し出してくれる。で、この辺の技術的なとか制度的な知見を持ってないとこれできないので、僕らみたいなプレイヤーがですね、そういったなんたらモバイルさんの後ろ側の仕組みを全部こう整えてこうご提供を差し上げて、そういった自社のブランドで事業を実施していただくというような、ちょっと地味なんですけれども、法人のなんたらモバイルさんっていう方々に向けた B2B のビジネスをもともとしておりました。いわゆる三大キャリアさんではなくて、何かその丸々モバイルさんみたいな格安サービスを始めたいってなった時に、その方々自社では技術的に難しいから。そうですね、本社みたいな縁の下の力持ちというか、影の立役者の方々がいくつかあるんですね。そうですね、はい、おっしゃる通りです。その方々に声をかけると格安モバイル事業ができると。そうです、そうです、おっしゃる通りです。ちょっと想像していただくと分かると思うんですけど、そういう事業を始めたいと思った時に、大きなそのドコモさんとかにこう直接お話をしに行って、そこからこう事業を立ち上げていくっていうのって、このやり取りとか技術とか法制度とか含めて結構大変だと思うんですよね。そうですよね。これが例えば我々ですと、そこをすでにこう、ドコモさん、KDDI さん、ソフトバンクさんと直接すでに仕組みを組み上げさせていただいてますので、それぞれの3キャリアさんに1個ずつ行くよりも、我々とお話ししていただければ、この辺も済んだものを使っていただける、そういうような感じですかね。はい、かなり増えてきてるんですか、そういうニーズというか、格安いわゆる何々モバイルを立ち上げたいというその企業の方々。この10年で割とそこについては落ち着いてきてるかなと思います。本当に一時期すごい数一気にガッとこう立ち上がってたんですけど、
どちらかというと、まあ、そこが収まったというよりは、そのニーズの向き先が今そのスマホからちょっと物の方に移ってきていまして、スマートフォンじゃなくて、まあ、よく IoT で物のインターネットってよく言われるやつですけど、あらゆるものに通信が乗り始めているので、これは例えば工場に置いてある機械でもそうでしょうし、車とかもそうでしょうし、自動運転とかってことですよね。そうですね、何でもかんでもモバイル通信が乗るような世界になってきているので、どちらかというとそっち側の方が昨今は非常にこう、はい、需要が増えているというような感じでございます。そのモバイル事業以外のところの引き手が増えてきてるということなんですかね。そうですね、はい、まあ、使い方が違うという感じかなとは思うんですけど、もともとスマホだけだったのが、それがこういろいろ幅広い世界に転用されていっているというような、あの捉え方をしています。御社のその立ち位置としては、通信に関わる悩みを解決する、まあ、そういったお手伝いをしているっていうふうに認識してたんですけれども、はい、そこのやっぱり間に入ってその御社があることによって、まあ、モバイル系はなんとなくイメージがついたんですが、それ以外の領域ではどういったそのお手伝いを具体的にされてるんですか。例えば、お子さんの見守りをするようなソリューションをじゃあやりたいというふうに事業者の方が考えています。でそうした時に、その人たちはこうソフトウェアを作ったりとか、あとそのお子さんに持たせるハードウェアをどうしようかとか、その実現したいそのサービスに注力して一生懸命こう事業を立ち上げていかれようとすると思うんですけど、はい、でその中に一つの機能として部品として通信がこう組み込まれるということになっています。で行った時に、そうするとその通信ってどういうふうに調達してとか、どれぐらいのなんて言うんでしょう、品質とか価格のものが良くてとか、どういうエリアで使えないといけなくてとか、結構泥臭いこうやらなきゃいけないことがいっぱいあるんですけど、この辺をゼロから検討するって非常に難しいですし、そういうことを知るとコストもたくさんかかっていってしまうので、そこをすでに弊社のようなプレイヤーがこう組み上げたものを使っていただくことでショートカットできたりとか、やらなきゃいけないこう本業の方にリソースを集中していただいたりっていうことができるようになると思うんですよね。なので非常にこう使い勝手よく我々のことを使っていただいて、無駄なコストがかからないようにしていただいてっていうところが一番の我々がこうお役立ちできるところなのかなというふうには思っています。 IoT 領域でいうと、例えば太陽光発電ですとか、あとはバスとかタクシーの配車の管理ですとか、あと勤怠管理などに、まあ、技術が活用されているっていうことでお伺いしてたんですけれども、そのあたりのサービスを提供したいっていう企業さんに対して、技術的にも知識的にもこう全般的にサポートしていただける会社っていう認識であってるんですかね。はい、おっしゃる通りです。ちなみにこう今後は AI を絡めたプラットフォームへというのもお伺いしてたんですが、これはどういったイメージなんですか。今おっしゃっていただいたそのバスとかタクシーの配車に通信を使っていただいたとしますと、はい、でそうするとその通信って今バスがどこを走っていてとか、どれぐらいあの車内が混雑してとかっていう情報がそのバスからモバイル通信を介して上がってきますと。でこの上がってきたデータっていうのは今度こう溜まっていったり、あの今どういう状況かっていうのは、これは AI を使って解析をしたり、あるいはそれによってこう判断をしていくということで、あの実際にこう役立てることができると思うんですよね。例えばタクシーだったら、あの今この道乗車してここに向かって走ってるけど、ここ混んでるから避けてこっちに行くべきとか、今お客さんがどの辺でこう待ってる人が多そうだから、そこにお客さんを拾いに行くべきとかっていうのは、これはデータが上がってきたものをこう随時リアルタイムに解析して運転手さんに返していって、それに基づいて行動していくってことができると思うんですけど、この辺までこう一連で技術の領域としてカバーできる範囲として見ていっていると、そういうことでございます。はい、じゃあその結構スタートアップの方々でも技術も自分たちで持っていて、例えば新しいプラットフォームを作りたいですとか、あのアプリを使いたいで、それによって社会課題を解決したいっていう方々がすごくイメージ多いんですけれども、御社はそういった方々をもう全般的に助ける何でも屋さんみたいな感じになるんですかね。そうですね、あの何でもやって言うとちょっと言い過ぎかもしれないですけど、そのうちこうなんて言うんでしょう、泥臭いところを我々が活躍して使ってもらうと、おっしゃっていただいたように、その例えばベンチャーの企業さんで尖った技術をお持ち でそれでこうサービス展開これからしていきますっていう時に、実際にはそう基幹システムみたいなものをこうお持ちだと思うんですよね。
そこにこう連携する形で欲しい形でそのデータを吸い上げてご提供していくとか、あるいはそのインターネットを介さないでその安全な形でデータをお渡しするとか、なるべくこう欠損しないように冗長構成が取れたように何とかこうできないかとか、そういったところをこう全部ご相談乗りながらやっていくというような会社。それこそエンジニアを例えばもう熟練の方を自分たちで探して雇うっていうよりも、もう御社にお願いをするっていう方がもう 全般的にカバーもしてもらえるし、専門知識を持っている方もいるしっていうことで、絶対その方が早いし技術的にも確実だしっていうプロ集団っていうイメージですかね。はい、おっしゃる通りです。なるほど、ありがとうございます。あともう一つ先に伺っていたこのミーク、こちらもちょっとお伺いしてみたいなと思うんですけれども、これはどういったものなんでしょうか。今ちょっとお話しさせていただいたようなところにつながるんですけれども、事業を例えばベンチャーの方がこう立ち上げてやっていきたいっていう時に、最初にやっぱりその小規模で試してみてどうかって、こう実証実験みたいなことをやられるケースが多いと思うんです。でいきなりこう投資をかけて大規模にやってやってみたけど、あんまり買ってもらえませんでした、使ってもらえませんでしたってわけにはきっといかないと思うんで、はい、まあ、効果を見たり、あるいはこう、品質を上げる努力を実験を通してなさったりっていうことは多くあると思います。で、そういう時に、まだこう小規模なので、こういうことがしたいって言っても、なかなか価格的にその規模だと折り合わないから出せませんみたいなお話とか、あるいはこうオートクチュールで作っても事業が立ち上がるかわかんないじゃないですかっていう話っていうのは、まあそこそこあるんじゃないかなと思います。で、弊社のミークは、そういったところに主にこう、お答えするために、通信回線を、言ってみるとすごく簡単に注文して入手していただいて、使っていただいて、あるいは、簡単にその今通信どれぐらい使われてますかとか、回線がどういう状況にありますかっていうのをご覧いただけたりとか、まあ、そういったことができるようなシステムというか、プラットフォームになってます。これはまあ、インターネットをされるときに、パソコンで使われるブラウザ上でアクセスしていただいて、もう本当に簡単で、そのアカウントを開いてから、まあどうでしょうね、言ってみるとそのアマゾンでお買い物をするような感覚で、まずはアカウントの登録をして、クレジットカードの登録して、ポチッと発注してもらえると通信の SIM カードが届いて、でそれをこう実験したい、なんか作ったモジュールに差し込んでもらって使ってもらって、それがどれぐらい通信使ってるんだろうとかっていうのをこうパソコンで見ていただいて、この辺のことがすごくこう簡単にできるようなものになっています。なるほど、もう実証実験のその結果の方にコミットできるわけですね、その企業の方々にしてみれば。私たちから見ても、その逆にやっぱりそういういろんなお声をすごくいただくんですけど、一つ一つ全部にこう人手をかけてっていう風に、そこまでこう手が届かないっていうのもまあ正直なところ で、そのためにはやっぱりとにかくこう使って試していただけるような、簡単にしかも定額でというようなものがすごく必要だなという風に思っていまして。あ、なるほど、なるほど。でそこにこう向けてご提供をし始めたサービスになります。これはミークっていうのは、その一言で言うと実証実験をしたい方々向けのプラットフォームっていうような位置づけになるんでしょうか。そうですね、通信のプラットフォームっていう感じですね。ありがとうございます。ここからですね、海老沢に会えていただいて、多分ですね、ここはこういう風に追加した方がいいっていうのが海老沢さんの方であるんじゃないかなと思うので、追加をいただければなと思うんですけど。はい、わかりました。じゃあ行きましょう。海老沢さん、まずは自己紹介をお願いしてもよろしいですか。モバイルインターネットキャピタルの海老沢でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、海老沢さん、弊社の代表でもあるんです。担当のキャピタリストということでご参加いただいてるんですけれども、担当キャピタリストから見る事業内容っていうのを、海老沢さんの言葉で言うのであれば、どういうふうに紹介されますか。あ、そうですね、先ほどから裏方裏方みたいなことをおっしゃっていただいてますけれども、見えないんですけども、後ろで例えば卸売をやってるとか、お客さんとなんかその工場の間をうまくつないでるみたいな、そういう役割、まあ物流でもいいんですかね、なんかメーカーとお客さんの間をうまくつないでるのがこの峰村さんたちなんじゃないかな、そういうふうに思ったりしますね。格安 SIM の何かモバイルを出すときに、間に他の企業さんが入るっていう、まあ、そういった仕組みだっていうことをそもそも知らなかったので、
SNCSP さんを知ってですね、そういう企業さんがあるんだっていうことをそもそも初めて知った段階なんですが、その業界的にはそれこそ峰村さん、まあ、ここ10年ぐらい格安シム、格安モバイルすごく増えてるっていうお話出てましたけれども、このまたコロナ禍でそのニーズの変化というか、今後のその業界の予測っていうふうのはどういうふうに見てらっしゃるんですか？まずその通信っていう業界自体が人と人がこう直接接することがなかなか難しい方にいった世の中だと思うので、全体として需要が増える方にいっている、まあ、領域だろうなというふうに見ています。であともう一つは掘り込むと、テクノロジーを使ってどうやってこう人のコミュニケーションだったり、まあ、人だけじゃないかもしれないんですけど、その情報をスムーズに伝達して、こういったアフターコロナの世界でも、まあ、便利にこう社会を成り立たせていくかというところでは、やっぱりこう通信は非常にこう活躍するものだと思いますし、あとはその通信だけじゃなくて、それを使って得られた情報データだったりとか、こういったものをこうどう活用するか、技術的にどういうふうなこう社会にとっての価値につなげていくのかっていうのは、大きく広がりのある分野なんじゃないかなというふうには思っています。そうですよね。私もまあコロナ禍のおかげでって言ったらちょっと語弊があるかもしれないんですが、今宮崎にいますんで、まあ、こういうふうにオンラインで収録もできているっていうのは、まあ、だいぶこう社会的にも進んだなとは思うんですけれども、一方でいろいろ変化にあえている方もいらっしゃるとは思うんですが、このコロナ禍になったそのニーズの変化を受けつつ、まあ、その中で御社が伸びていくっていうところを考えていくと、まあ、その御社の強みをどう生かしていくかっていうのが一つ大事な視点にはなってくるのかなと思うんですけれども、担当のそのキャピタリストである海老沢さんから見て、この SNCSP さんの強みっていうのはどういうふうに分析されてらっしゃいますか？まず、まあ、歴史があるって言った方がいいんでしょうかね。歴史がある。非常に長い間この業界で活躍されていて、それもあってですね、もうその大手のキャリアって言っちゃ、まあ、電話会社さんですよねと、まあ、ほとんど全てとお付き合いをしていて、かつその裏側のシステムもものすごいこうよくできていてですね、お客さんに対して、まあそれはサービスを実際にやられてる方、 MVNO とか言われる方です、格安スマホをやられてる方にとってみると、いろんな形でですね、自分たちのニーズに合った形でご提供いただけるということが、やはりその一番の強みなのかなって。かつその柔軟なシステムを使って、今回人だけではなくて物っていうところも非常にかゆいところに手が届くような、そういうサービスを展開されているというところが、まあ強いんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。海老沢さんからはそういうこう指摘ではありましたが、峰村さんはこうご自身の会社の強みっていうのはどういうふうに認識されてらっしゃるんですか？少しこう自負しておりますのは、だいたい今この事業をやっているのが30名ぐらいのメンバーで実はやっているんですね。意外と少ないですね。はい。で実はその通信事業のやらなきゃいけないことって、業務の種類っていうんですかね、これはまあそれなりに一通りある中で、この人数でやっているっていうのは、まああまり他に例がないかなと思っていて、でこれなぜかっていうのを考えると、やっぱりこのもともとソネット時代に事業を始めてからですね、まあ、徹底的にこう仕組みにこだわってやってきたというか、どう効率的に実現していくかっていうことにこだわってやってきたからかなと思ってます。でこれはまあもちろん技術をバックグラウンドにこういうことを実現していってるんですけど、言ってみるとそのままお客さんのコストっていうか、我々としてたくさんコストがかかっていた場合、お客さんにたくさん請求しなきゃいけなくなってしまうわけですから、はい、まあ、その価格競争力っていうところも直結してると思ってるんですよね。技術をベースにこういうことをこう知恵を使ってうまく、なるべくうまく柔軟にやっていこうと、でさらにスピード感を持ってやっていこうということを続けてきた、それがまあ文化としてできてきているということが、まあ一番の根本的な強みになっているのかなというふうには自負しております。このコロナ禍でそれこそオンラインに対応しなければならないとか、環境の変化があってやっとこう社内整備ですとか効率化が動ける会社っていうのが今回すごく多かったんじゃないかなと思うんですけれども、そういうふうな環境の変化がないにもかかわらず、その数年前からその効率化っていうところに着手して、そこを徹底的に追求できたっていうのはなぜだったんですか？まあ、ちょっと裏腹かなと思うんですけど、人がいないっていうことと、馬力だけでとか人海戦術で何とかしようと思ってもできないので、そうするとこう知恵を使って何とか実現していくしかないところかなって。あとはやっぱりその働いてるメンバーがそういうことを割と楽しみながらというか、
じゃあそこで実現するためにはどうするっていう発想でずっと、まあ、やってきてくれているっていうのが非常に大きいかなと。なのでこう新しいものをリリース、新規事業とか新規サービスを出すことがすごく好きなメンバーが揃っていますので、そういうこうマインドセットの人が集まったのか、やってるうちにそうなってしまったのかわからないですけどまあそれが強みかなというふうに、はい、思っています。まあ、社風というのももしかしたら理由としてあるのかなということですかね。ありがとうございます。さてここからは弊社キャピタリストの元木とともに毎回一つのキーワードについて掘り下げる元木アイズ。今回のキーワードはインタラクティブドラマ。クリエイターの囲い込みが加速するエンタメ産業において今注目している動きやコンテンツについて話をしました。ご存知の通りというか、私はミュージカルとディズニーが大好きなんですけれども、うん、特に変なこだわりとしてですね、来日ブロードウェイさんとかあのイギリスさんとかその海外のミュージカルを日本語に訳したやつって私得意じゃないんですよ。まあ、それはそれで素晴らしいと思うんですけど、どうやったって音に乗っからないんですよ、歌詞が。ああ、はい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 。だって単語が違いすぎるじゃないですか、長さが。長さ違いますね。あ、そうなんですよ。だから英語だったらこの尺の中で10言えることが日本語だと3しか言えないとかってなってしまうので、ものすごく気持ち悪いんですよね、言葉を選ばずに言うと。ああ、なるほどなるほど。なんでそこでなんか字余りみたいなのギュッと入れちゃうとかってなるので、どうしてもこう元で見たいっていう思いがありまして、いかんせんそうすると来日公演を待つことがすごく多いんですけど、このコロナ禍のおかげで来日公演が1年半ぐらいストップしてるわけですよ。はいはい。もう私にはフラストレーションでしかなくてですね、ものすごくストレスなんですがざっくりエンタメ産業みたいなところってそもそも元木さん興味があるかわからないんですけどどういうふうに目に映ってるのかなと思って。そうですね、エンタメという領域はこのコロナでもネットの世界のコンテンツの方は盛り上がってる。あ、ですねですね。っていう意味では可能性はある世界の、まあまあその領域だと思いますと。でこれからいろんな、まあ、テクノロジー盛り込んでどこまでこう進化するかみたいなところは注目したいなとは思ってます。ただどこまで投資できるかっていうのはちょっと全然よくわかんない世界はあるかなと思ってますね。でなんか傷んでるというか停止しちゃってるというか、こうどうすんのみたいな話で言うと、やっぱりそのリアルを絡めた劇場だったりっていうのが、そのビフォーコロナの状況からどうポストコロナで進化していくかみたいなところの文脈に合わせた取り組み方みたいなのは期待したい。だけどそのビフォーコロナを前提とした取り組み方みたいな話だと、うん、まあちょっと立ち上がるのにまだ時間かかるかなって思っちゃう。そうですよね。行く人はそれなりのプロテクトをしていかないと、なんかちょっとリスクを負うんじゃないかとかっていうのがある限りは、やっぱりこう飛躍的に伸びないと思うんですよね、戻らないという意味では。だからそのどうやって対処するのかみたいなのを、それこそまあサイエンスとテクノロジーでどうやってカバーするのかみたいなのは取り組んでもらいたい領域だななんて思うんです。はい。プラットフォーマーがクリエイターを囲ってそのコンテンツ作りするっていうのは、まあ普通の流れとしてあるでしょうと思いますと。はい。今まではどちらかというと制作会社と、まあ、委員会方式で立ち上げて制作会社にお願いしてどこで配信するかみたいなバラバラだったところが、もうそのネットフリーのこのプラットフォームの中で全世界配信もできちゃうみたいなところにこうなっていくので、そっちの方が効率もいいし、そのコスト効率もかからない、まあ、関わる人も少なくて済むし、うん、でそれはそうなっていくよねっていうことだと思ってます。はい。クリエイターの待遇も含めた世界観が、まあ、今までとは全く異なる形になってくることは期待したい。なんかものすごい安いって言いますよね、日本のクリエイターさん。うん、そう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 。だからそこからどう進化していくか、でそこからどうヒーローが出てくるか、クリエイターの、はい、うん、っていうのは僕らは、僕自身はすごく期待してるし、それによって新しい産業また生まれるだろうから、
そこにインベストメントをするみたいなのはあるんじゃないかみたいなふうには思ってますね。だから結構そういろんな取り組みがまたプラットフォームの上で生まれてくるから、はい、でクリエイターってまあ普通にコンテンツを作るだけじゃなくていろんな仕掛けを作るみたいなところまで行くとまたそれは産業として広がってくるって話で、はいはい、例えばクリエイターなんで、まあ、アニメとかそういうことで行くとそこからまた実写版って映るじゃないですか。ですね。で実写版があるってことは、まあ、先ほど有賀さんが触れたミュージカルじゃないけど演劇の世界があるじゃないですかと。アニメなんで、まあ、声優もありますよね、はい、音の世界ですねっていう、まあ、広がりがこう出てくるからそれをどうやってこう産業として作っていくかみたいな視点が入ってくると新しいもの出てくるんじゃないとかね。でも最近ちょっと知ったことインタラクティブドラマインタラクティブドラマ私これ初めて聞いたんですよねこの言葉出始めてるんだよね。まあ昔からあったんだろうけど、まあ、言葉として出てきてると。でまあこういうネット環境のネットフリックスとかだと、まあ、シナリオ選択できるからまああのあれですよね A と B のどっちのシナリオを選ぶと次は違う話につながってってで分岐どんどんしていくっていうねそういうのがあのインタラクティブドラマみたいな話だけど、はい、のがネットのプラットフォーマーだからこそ分岐があるようなシナリオを作れちゃうっていう新しい、まあ、昔からあったけどねゲームとかそうだしねゲームのイメージがそうですね強かったからまあ音ゲーの実写版なのかないやあれだよあのときめきメモリアルありましたねあれのいろんな派生版がネットフリックス上でやれるみたいな話そうやってこうクリエイターがいろんなアイデアを盛り込めるプラットフォームが出てくるといろんな展開出てきてそれにはいろんな施策っていうのもまた出てきてでそれによってリアルにどう波及してくるかみたいなのが、まあ、これから楽しめてくるんじゃないのっていうふうには僕は思ってますね。なんか実写版でこの選択肢が表示されて自分でストーリーを選べるっていうのはなんかこう自分自身が演出家というか脚本家というかなんか自分もクリエイターになったみたいなこうちょっと錯覚を覚えられそうですごく面白い発想だな。なんかね選ばれるまあさらに言うとその実写版はじゃあどうすんのみたいなので言うと一番受けたシナリオを制作するみたいなそういうこうあそっか話とかもこうデータ取れるからそれが次につながってでじゃあこれの実写版やるには誰がいいのかみたいなのも実際そのデータを見ながら、まあ、投票活動もできるわけだけどそこでキャスティングも全部決まっちゃうみたいな巻き込み型なんですねものすごい。あまあなんかオーディション形式のそういうインタラクティブドラマみたいなのになったりとかみたいなのがこう出てくるんだろうね。なんかあの私も一時ハマったんですけど『スッキリ』とかでも特集されてた NiziU もやっぱりなんかこう応援しながら共感を集めながらっていうのでファンをものすごく作ってまた男性版とかやってるから今なんかこう共感するとか参加っていうのにみんな飢えてるんですかね。うん、あまあそれはあるんじゃない、まあ、こういうコロナの環境で実際に会うこともできないとか会う数が限られてるとかっていうところからやっぱみんな孤独感を持ってるみたいなそういう仮説はあってしかるべきだし、なんか全部が全部ネットの世界だけじゃなくて、まあ、ちょっとこう割合というかバランスは取りながらやっていきたいなと思いますけど、まあ、ちょっとこのインタラクティブドラマっていうワードは今回初めてだったんで注目してみたいなと思いますね。やってみるといいね今度ね。試してみます。はい、ということで今週からはですねソニーネットワークコミュニケーションズスマートプラットフォーム株式会社より峰村さんと、弊社の海老沢をですね交えてお送りしてまいりました。こちらの会社ですねソニーネットワークコミュニケーションズスマートプラットフォーム略してそれぞれ頭文字を取ってですね SNCSP ということで途中からちょっと SNCSP さんというふうにお呼びして進行していたわけなんですけれども、今その私たちが意識せずにこうなんか便利だなっていうふうに世の中で使っているサービスがもしかしたらこういった SNCSP さんみたいなその会社さんの技術基盤だったりですとかサービスっていうのに支えられているのかもしれないなって思いながら話を伺ってイメージをしておりました。まあ、それこそ例えば夜
真夜中に人々の見えないところで、それこそ鉄道の点検だったりですとか、まあ、エレベーターの保守点検とかも皆さんが使ってない時間帯に見えないところで保守点検とかされていて、で何もなければその会社さんってこう注目されることってないじゃないですか。でもその会社の方々にとってはフューチャーされないイコール安心安全が提供できているっていうことだから、それが多分誇りなんだと思うんですよね。まあ、縁の下の力持ちっていう言葉も何とか出ていたと思うんですけれども、その私たちが日々ストレスなく何かしらそのサービスを使えている、でしかもその IoT だったりとかネットワークシステムを使ってのサービスっていうのがその当たり前に増えすぎていて、正直それ以前の世界があんまりもう覚えてないんですよね。正直あって当たり前になりすぎてしまって、でもそういうとあって当たり前の世界を実現するためには、おそらく私たちの気づかないところでこういった SNCSP さんだったりですとか、そういった技術を持った方々が安定的にしかも安価に、それこそ効率を追求しているからこそ少ない人数で実現ができてるからコストを抑えられてるっていう話もあったかと思うんですけれども、そういった会社さんの下支えがあってこ その今私たちが便利な生活っていうのができてるんだろうなっていう風にちょっとイメージをしながらですね、前半伺っておりました。後半はですね、ミックとの連携の話ですとか、あとはまあ今後の展望ということで未来についてのお話も引き続き海老沢を交えてですね聞いておりますので、こちらもぜひ聞いていただければなという風に思います。番組のハッシュタグはですね、小文字の MYC フューチャーで、ご意見ご感想は Twitter、Facebook も頑張ってやっておりますので、ぜひコメントいただければ嬉しいなと思います。では、引き続き次回もですね、こちらの SNCSP 峰村さんと海老沢を交えてお送りしてまいります。それではお相手はミックの有賀でした。